おはようございます。今日だって何時ぐらいに球場？今日は7時半ぐらいに入ってきてストレッチしてって感じですかね。結構あれですか、登板後はこういうルーティンというか。登板後というよりかは、試合の前の日と当日以外はこんな感じですかね。せーの、ドラゴン。でも昨日とか登板後寝れるのって何時ぐらいになるんですか？大体ナイターになると、まあ、12時から1時ぐらいの間ですけど、まあ、大体僕打たれても抑えても寝れない人なので、あ、もうちょっと時間かかりますけど、うん、デーゲームだと、デーゲームだと、まあ、6時半くらいとか6時ぐらいに起きて、まあ、ご飯食べて、そうですね、7時半にドーム来る感じですかね。ちょっと邪魔にならないように撮らせてもらいます。はい、どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ汗かいてますね。いやもう撮ってるだけで暑かったです。あんな中走れない。確かに今日蒸し暑かったですもんね。何聞いてるんですか？ちょっと前まではずっとラテン系とか、そうですね、洋楽とか聞いてましたけど、今はいろいろなんか聞いた曲を、あ、いいなと思った曲を全部入れて、で勝手に自分でプレイリスト作って、それずっと流して聴いてます。なるほど。何考えてるんですか、走って。まあいい時も悪い時も、基本的にはずっと走ってる時にそのパッと出てくるんですよ。そのここ反省しなきゃいけなかったとことか、まあ、ここのフォームは良かったから、まあ、次回もしっかりこうして継続して、出せるようにっていう、なんか映像が出てくるんで、まあ、それをこう映像出てくるのを待ってる感じですか。君も早いよね、グラウンドに来るのはね。野手一番ですよね。早いですね、彼も。なるほど、頑張ってますからね。なんか結構大事な時間だったりするってことですか、そうすると毎日走ってる。そうですね、30分っていうのは、はい、まあ一応今のところそうですね、大事なところですかね、うん、キャンプの時に、まあ、大野さんだったり、まあ、田島さんも自主トレの時に本当にお世話になってる人なので、まあ、いろんな話を聞きながら、で残留の時は、まあ、田島さん帰ってきましたけど、まあ、残留の時は田島さんと喋りながら、もう一度こうだよなみたいな、そういうアドバイスか、そうですね、まあ、いろいろ裏方さんだったりとかにいろいろ聞いて、いい時はこうだよ、でも最近こうなってるからちょっとこう意識してみたらとか、本当にいろいろな人の言葉が、修正方法ですかね。まあ、自分の感覚もありますけど、この
調整のスケジュールとか1週間の過ごし方も、はい、こう誰かに聞いてとかですか、それかもう自分で、自分で自分に合った形をトレーニングコーチだったりとかキッチンコーチに提案して、許可をいただくっていうか、じゃあそうしてみたらどうだ、話は進めさせてもらってます。なるほど。じゃあもう日に日にこう変えてってるような感じですか。もうそれかもう今年はずっと、もう今年はずっとこんな感じなんですけど、まあ、ただその濃さの練習の内容の濃さだったりとかは少しずつ落としていったり上げたりとか、まあ、そこはあの微調整あるんですけど、まあ、基本的には流れは変わらないです。なるほど、ありがとうございます。でここからあれちょっと置いておきます。なるほど。で全体練習って感じです。全体練習、はい、もう一回ですか。ありがとうございます。引き続きお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。当然マネージしないで、はい、2桁絶対勝たない後半も手でしっかりやる、はい、でどんどん持ち込んだりとか、はい、ボール出しやったりあと股関節もお願いします。見てください、膝下。え？ちょっと飛んでるかなけど、どうですか？すみません、3センチしか飛んでないです。ベッドに変わるかなと思ったからね。あ、そんなにですか？大きい。あ、でも天気の上ぐらいですよね。ゆっくりと思って撮った瞬間、あ、今日は冷えた。おい、はい、だから試合だったまで12時間。すいません、今日、はい、すいません。じゃあお前、マスクしたんですか？はい、でしょ、はい、ファンでしょ。何を思うの？荷物片付けて帰れ。はい、すいません。どうぞ。すいません、間違えてきちゃった。
て。さあ、あれですね、とにかく走るみたいな感じです。あ、そうですね、まあ、はい、走ってますね。結構ピッチャー走る仕事というのは。そうですね、まあ、走れる時に走っとこうかなっていう感じですかね。あの前半戦というかここまでの成績というのは、はい、ご自身はどう受け止めますか。まあ、いろいろ課題もありますけど、まあ、まずは前半怪我なく無事に終われたので良かったかなと思います。シーズンの入りとしてはどういう思いでこうシーズンを今シーズン、とにかくあの1試合1試合大事にもう最後だと思って投げている投げようと思って今年は投げているので、まあ、その結果が、まあ、いい形になっているのかなと思います。そういった中でもなんかこう笑顔とかそういうのを意識したりするものなんですか。とにかくあの楽しんでやっています。そんな感じですかね。でちょっとそういう最後っていう気持ちはだんだんこうというよりは1年戦っていくという感じ。でもそこに関してはあんまり変わってないかなと思います。はい、YouTube 見てるファンの皆さんに、はい、レスペクトです。はい、前半戦もあと少しですけど、あとは、まあ、僕は応援するだけなので、しっかりチームを勝てるために応援して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。後半戦もよろしくお願いします。ありがとうございました。